中田のりさ船橋ハンデゼロ、2号車清水雄平船橋ハンデ30、3号車栗原俊介伊勢崎ハンデ40、4号車になります。優勝戦5秒切ります。3秒前2秒前1秒前、スタートしましたが今度は大丈夫。さあここは40線はほぼ枠なり、後ろ50線も枠なり、その40線ちょっと5番の林がやや遅れた感じですが、後ろから6番の早船が行くか、まだここは入れないところ。さあ早川が外を回る形、内を突く形は8番の高橋。さあ後ろの方は競り合いになりそうです。さあ前は1番の片野が逃げて、そして2番手が2番の清水、3番手に3番の栗原という体勢変わりません。さあ中段位置は8番の高橋が先に仕掛けてきました。8番の高橋が4番の伊藤をここでかわして4番手。さあ早川はその後ろ、早川は序盤すんなりという感じではありませんが、高橋がこの辺りは外を回る、この外を回る高橋はちょっと滑った、内をついて早川がすかさず上がってきた。早川がこれ4番手。さあ先頭は逃げる1番の片野、だいぶ差は詰まってきた。2番手が2番の清水、しかしこの後ろはまだ差があります。3番手が3番の栗原、その栗原を追って早川と高橋、残りは3周になりました。ここで3番手は早川、しかし前の2人がだいぶ飛ばしている。1番の片野が逃げる、追い詰めていく。2番の清水がじわじわと近づいていく。そしてまだ3番手はだいぶ差があります、7番の早川。早川果たして届くのか、残りは2周になりました。逃げる1番の片野、そして追う2番の清水、初優勝をかけたこの2人、ちょっとペース落ちたか。1番の片野、2番の清水が追い詰める。そして3番手から7番の早川もだいぶ近づいてきた。さあ前3人の攻防、もつれそうな優勝戦は残り1周、初優勝なるか。片野と清水、待ったをかける7番の早川の攻防。さあ1番の片野がしのげるか、打ちをついて2番の清水、そして早川が執念で上がった。一気に打ちをついて早川、最後の最後で捉えた、意地を見せた7番の早川、完全優勝のゴール。2連単72820円、2連複27700円、3連単721470円、3連複127920円でした。